魔女が登場、の図、H.J. フォードの差し絵、アンドルー・ラングヘン・ザ・ウィッチ・イン・ザ・ストーン・ボートより、石の船に乗った魔女は、ヨーン・ナウルト・ナソンが収集したアイスランド民話。アンドルー・ラングヘンの英訳が、翻訳されて、黄色の童話集に収められている。物語の悪役は、魔女、と翻訳されているが、現代にあるスケッサは、女巨人の意である。実際文中では、 女トロルとも呼ばれ、三つ頭の巨人が兄弟で、あるとも明かされる。この女トロルが姿を変えて、シグルズル神王の王妃になりすまし、本物の王妃は幽閉されてしまう。アイスランドの民話は、ヨーンウルトナソン編、アイスランドの伝説と、民話、第二巻に初集される。後に、ドイツ役大リエシニンデムスタインブートが、ヨーゼフ・ポエスチオン編、アイスランド、 おとぎ話集に現れているが、アンドルー・ラングは、このポエスチオン編ドイツ訳から英訳したことを別の一片のアイスランド民話について明確にしている。ラングの英訳ザ・ウィッチ・イン・ザ・ストーン・ボートは、イエロー・フェアリー・ブックに初、初集初版は1894年である。翻訳が黄色の童話集に収められている。その他にも、アデリーネ・ネディタース・ハウス分代理エシニーム、スタインブート、 ハンスナウマン、イダナウマン協約の同代のドイツ訳がある。シグルズル王子は、不王に勧められた他国の王女に結婚を申し入れに、船旅する。病弱な相手方の王は、シグルズが可能な限り長投留して、王国を補佐する条件で承知し、シグルズルは、不王が崩御するまでと期限をつけて、演談が成立した。やがて父の不法を聞いたシグルズルは、 妻と二歳の息子を伴い、母国に向けて船に乗った。ところが、帰着まで、あと一日というところで、海がないでしまい、船足が止まってしまった。しぐるずるを眠気が襲い、王妃と高換パンに残して寝てしまった。すると黒色の石の船がこぎつけ、女トロルが乗り移った。そして宝飾品も着物も剥ぎ取り、自分はその衣装を着て王女に変身して成りすました。 肌着一枚の王妃は、石の船に乗せられ、呪文で抱えぬ兄弟のところへ運ばれていった。本当の母親を乗せた石の船が消えゆくと、赤子は引き切りなしに泣き出し、偽の王妃は、あやすことができなかった。すると王妃は、甲板下にいたシグルズルの元に行き、自分たちを放置にしたと厳しく叱責した。そのように声を荒げるなど未だかつてなかったことである。しかし王子は、 良い意味に受け取り、疑うことをしなかった。シグルズルが鎖を断ち切る、の図。H.J. ホードの差し絵。シグルズルは、正式に大家を継ぐ。物静かだった赤子は、泣きやまるので乳母を当てがわれた。義用費は、性格も怒りっぽく、何かにつけて言い争いがちだった。しかしその化けの皮が剥がれる時が到来する。二人の将棋好きな宮塚への青年たちが、 王妃室の隣部屋で手合わせ中に壁の隙間から義王妃の様子を見てしまった。義王妃は小さくあくびすると可愛い小娘に半あくびをすると半トロルに目いっぱいあくびすると一発のトロルになどとつぶやきその間にもあくびをして醜い女トロルの姿に逆戻りした。そして床下から女トロルの兄弟の三つ頭の巨人不思議な女性が現れた。 腰回りの鉄のベルトから繋がれた鎖が地下に続いていた。女性は我が子をしばし抱き上げると、やがて床下に戻っていった。二度目の夜、女性はまた現れ、二つ去って残り一つというのを聞きとがめたウバは、おそらく三日目の夜に現れるのが最後、という意味と考え、王に報告した。その次の晩、シグルズル王はウバの部屋で剣を片手に待機していた。 現れた女性は紛れもなく妻だった。鎖を断ち切ると、指定から城をも揺るがす轟音が鳴り響いた。本物の王妃は身の上に起きた出来事を語り始めた。三つ頭の巨人は結婚を迫っていたが、ついに彼女は息子に三番だけ会えることを条件に承諾したのだった巨人から自由になれる望みをかけて、巨人は墜落死を遂げたに違いない。 そして本物の王妃は帰り咲き、義王妃は捕らえられ、頭から袋をかぶせられて、石打ちで処刑された上、二頭の荒馬で引かれて、死体を八つ咲きにされた。現代にある石州に乗ったスケッサは、女巨人と定義される。しかし文中は、女トロルとも呼ばれている。女の兄は、男性の巨人だが、このタスとトロルを区別することは困難であると指摘される。同様に、 コカワ紅葉のトロル論でも原文画としていてもトロルと直訳せずに一人前の女巨人と異訳するのが見える。このアイスランド民話はアツタイプ462型ルローの王妃たちとオーガ王妃の亜種に分類されておりペンタメローネの第4か第5は竜と同型である。コカワはグリムドーは白い花嫁と黒い花嫁の類話とする。コカワはこの話が 老いから若きへの世代交代という昔話の典型パターンを踏んでおり、構造主義でいう欠如とその充足の機能だとしている。白衣の女性、EA ソンの差し絵、ホールの際はザ・ジャイアントスザ・グラナイトボートよりより、アンガス・ W ブホール夫人による脚色された際はザ・ジャイアントスザ・グラナイトボートがある。ここでは、シグルズルの王妃にヘルガというな、 義父に、枯れ草というあだ名が付けられており、乳児は、クヌートである。ありがとうございます。